ポントレジーナのプロテスタント教会ポントレジーナは、スイスト南部、オーバーエンガディン地方グラウビュンデン州の基礎自治体。ベルニナ峠に伸びる谷の入り口にあり、サン・モリッツの隣村にもなっている。エンガディン滞在の拠点として人気があり、エレガントな高級クラスのホテルを含め、計22軒のホテルを要する。 もともとロマンシュ語が話される地域で、エンガディン地方でよく見られるスグラフィット模様の河壁を目にする。スイス最大の私鉄、レーティッシュ鉄道が、ポントレジーナとサンモリッツ、サメダン、ティラーノなど、各方面との間を結ぶ。絶景列車、ベルニナエクスプレスも発着する。村の人口は1985人。登山が盛んな地で、村内には有名な登山学校がある。 ロゼッチダニアアルプ・ラングワルトなど、周辺の谷や山への観光やハイキングが人気。村の中心にあるサンタマリア教会は、グラウビュンデン州の中でも特に貴重な建物と位置づけられている。ポントレジーナ付近の山岳地帯は、ヨーロッパアルプスの岩山に生息するヤギの一種、アイベックスの生息地になっており、観光客がアイベックスと触れ合うことができるテーマパーク。 シュタインボックパラダイスが2017年7月にオープン。チューリッヒから列車で約4時間。セルマットからグレッシャーエクスプレスで約8時間。ミラノから約6時間。ありがとうございます。